スクールチェック2年相田です。釣りです。前回に続き保育福祉をチェック。先輩たちは手話を使った珍しいパフォーマンスができるんです。それはうんとこうんとこ。株を引っ張りました。大きな株が。そう、ショーで演劇をしています。なかなか聞いたことないでしょう。早速演劇ステージをお見せします。猫はネズミを呼びました。チューチュー。みんなで株を引っ張りました。子供たちにもろう者の方にも分かりやすく楽しく覚えてもらいたいと思って、分かりやすい手話と演劇を合わせました。普通の会話と違ってとても表情が大事になります。おじいさんの子供たちに見せたいと思ってます。私たちも表現力を最大限にして見せようと思っているので、楽しく見てくれると思ってます。保育士になりたいと思っています。子供たちにも耳の聞こえない子たちはいると思うので、将来そういう時に高校で習った手話を生かして子供たちと関わっていきたいと思っています。先輩たちのパワーの源は仲間です。High school!